ゲオルク・カントールゲオルク・フェルディナントルート・ビッヒ・フィリップ。カントールは、ドイツで活躍した数学者。素朴集合論の確立者。自然数と実数の間に前端者が存在しないことを対角線論法によって示す一方、R と RN の間に前端者が存在することを証明した。連続体仮説に興味を持ち研究を続けたが、存命中に成果は得られなかった。 連続体仮説については、後にゲーデルとポール公演の結果によって、一応の解決を見ている。自身の集合論の矛盾も発見しているが、カントール自身は、こうしたパラドックスは、集合論を発展させていく上で、プラスになる存在であると考え、あまり問題視していなかった。1845年に、ロシアのサンクトペテルブルクで生まれた。父は、 カトリック教徒のゲオルク・ボルデマー、カントール、母は音楽家の家系のマリアーンな。ユダヤ人の血筋で音楽家や宗教家などを輩出した家系であった。デデキントとの交流は初期集合論の発展のきっかけとなった。ドイツのライプツィヒキン校のハレ大学で教えていた。晩年、次第に精神を病み、最後はハレのサナトリウムでこの世を去った。 1870年頃のカントール・ゲオルグ・カントールは1845年にロシアのサンクトペテルブルク西部の商人の入植地で生まれ、そこで11歳まで育てられた。6人兄弟で最年長だったカントールは結出したバイオリニストとみなされていた。彼の祖父フランツベームはロシア帝国のオーケストラで有名な音楽家、ソリストだった。カントールの父は サンクトペテルブルク株式取引所のメンバーだった。彼が病気になった時、1856年に、家族は、サンクトペテルブルクよりも冬が穏やかな地を求めて、ドイツに移住した。はじめは、ビースバーデンに、その後フランクフルトに移った。1860年、カントールは、ダルムシュタットの実家学校を優秀な成績で、卒業した。 彼の卓越した数学の能力、特に三角法の能力が特筆された。1862年8月、ダルムシュタット高等商業学校を卒業した。1862年、カントールはチューリ立ヒ工科大学に入学した。1863年7月の父の死に際して、相当内産を受け取った。カントールは、ベルリン・フンボルト大学に移り、 レオポルト・クロネッカーやカール・アイエル・シュトラス、エルンスト・クンマーらの講義を受けた。彼は1866年の夏をゲッティンゲン大学で、その後数学の研究所で過ごした。カントールは優秀な学生で、彼は1867年に博士号を得た。ありがとうございます。